29号では28号で取り置きしたパーツと組み合わせて左四角の支柱を組み立てます。今回付属するパーツと28号取り置きのパーツを用意してください。最初にギアのついたパーツを向きに注意して002のパーツに差し込みます。次に四角下部の部品を2つに分割します。そうしたら下に出っ張りのない方のパーツに前に組み立てたパーツをはめ込みます。切り欠き部分がありますから位置を合わせてはめてください。2つに分割したもう一つのパーツをかぶせていきますが、ギアのついたパーツに上の部分を滑り込ませるようにして入れ、ピンに合わせてしっかり固定してください。これで四角部分はできましたので、次にホイールとタイヤを取り付けます。四角下部分の突起にホイールの内側部分をネジで留めます。そこへホイール外側部分をピンに合わせてはめ込みます。少しきついかもしれませんが、隙間がないようにしっかりはめてください。あとは組み上がったホイールにタイヤをはめれば左四角の完成です。